やってきました、カンパーニャー。ここはね、静岡県掛川市坂川にあります、カフェカンパーニャ。ここはもともとイタリアンレストラン、パスタとかね、そういうお店でしたけど、今カフェカンパーニャになりましたね。営業のご案内、カフェ&ランチ、11時から15時、ランチオーダーストップは2時、定休日は月曜日。チキンステーキのプレートランチ1080円、オムライス1080円、パスタ980円、ビーフシチュー1380円。チキンステーキのプレートランチいいね、これいいじゃん。さあ行ってきましょう。はい、入り口はこちら、シーサー、ペイペイ使います。じゃあ、奥行ってもいいですか。すいません。はい、ありがとうございます。メニューはね、こちらプレートランチ、これがもう気になっちゃって、柔らかチキンステーキ、まあ、チキンステーキね、好きなんでね、僕オムライスランチ、柔らかお肉のマッシュルーム、チキンの黒カレーソース、ランチパスタ、トマトソース、クリームソース、タラコソース、ピッツァ、あとねセットドリンク、まあ、コーヒー、お茶、あとねスイーツ的なパフェとかもねあります。パスタとチキン悩む、これにしよう。第一印象から決めてました。すいません、はい、ランチプレートの柔らかチキンステーキ、はい、オニオンソースでお願いします。はい、以上です。以上です。はい、はい、お冷とおしぼり来て、セッパのスープ来たの、いただきますか。これはね、ミネストローネですね、これは、あ、来た。チキンプレートお待たせいたしました。ありがとうございます。すごい。チキンプレートランチです。はい、いただきます。はい、チキンです。チキンがね、こんがりね焼けてます。こんがり焼けてるということは、メイラード反応。イタリアンドレッシング、うん、なんか食べたことない。
レモン風味すごく爽やかでね、美味しい。このドレッシングこれね、作ってるのがね女性かな、これね男性にはね作れない味、なかなかね勝手な印象だけど、女性のね繊細な味ですねこれ。はい、人参。静岡県掛川市坂川